現在大きな関心が高まる高気密高断熱住宅、床、壁、天井に断熱材を入れて気密性を高める。だからこそ弱点となりやすいところがあります。それが窓。窓を大きくしてお家の中を明るくするというのは非常に一面ではいいんですけど、窓の設計が大変難しいのは、例えば昼間は明るくたくさん光が入った方がいいと、一点ですね、夜は熱は逃げない方がいいと、で昼間と夜で性格が反転するというのは非常に難しいんですね。冬の防寒対策の要となる窓。冷気をこう、やっぱり窓なのでどうしてもこう冷気っていうのは入ってくるので、それを少しでも止めるっていうか、夜間は断熱を強化するということが非常にですね、開口部をうまく使いこなす上で重要なことになります。高断熱の中で大きな役割を果たしているのが窓ということになります。快適に暮らすため重要なのが窓の断熱。ハニカムブラインドってこう断熱の役割を果たすブラインドなんですよ。夏涼しく、冬は暖かい、驚きの性能を発揮する断熱ブラインド。簡単に取り付けることができ、しかも低価格で実現できる窓の断熱対策。一年を通して快適に過ごすことができるブラインドは、健康と省エネライフの強い味方となるようです。